経済産業省は今日、韓国を輸出手続き上優遇するグループ A、旧ホワイト国に再び指定すると発表しました。韓国の輸出管理について、日本と同水準の実効性を確認したとしています。経産省は2019年に韓国の輸出管理体制に不備があると主張してグループ A から除外していました。 韓国政府も対抗措置として日本を優遇対象国から除外していましたが24日に再指定していて日韓関係の改善に期待がかかります。